皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。今日も始まりましたヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて皆さん、スニーカーですね、メンズ、ウィメンズ、分け隔てなく履くでしょうか。いや、もう何でも履きますよという方も、そうでない方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ヤンさんは割とな、何でも履いちゃいますかね。まあヤンさんの話はね、置いといて、早速本日ご紹介するものをお出ししていくんですけれども、こちらですね、スニーカーやっていきたいと思います。では早速いきましょう。ちょっと光り方が違うんですね。では行きましょう。本日ご紹介するスニーカーはこちら、ナイキスニーカー Forget Me Not コラボ、エアシップ from Bud to Flower ということでですね、本日はエアシップ、Forget Me Not コラボのエアシップですね。でこちらはですね、Forget Me Not のサイトの抽選でやっていたんですけれども、抽選を外れて、その日のうちにリスがあったので、そちらでね、入手することができたりするようになります。いや、めっちゃ狙ってたので、すごく嬉しいですね。で、こちらですね、本日スペボになっている感じですね。前紹介したシェルフライフ感の、ボックス、ちょっと似てるんですけれども、それよりも、ステッカーが増えてる感じですね。ちょっとね、触ると本当にシールっぽくなっていて、すごくね、スペシャルな感じありますね。で、こちらですね、写真が出ると思うんですけれども、中の包装紙もちょっと変わっていまして、スニーカーもね、一足ずつ、入っていました。で、包装紙のところですね、英語が書いているんですけれども、ちょっとね、なんて書いてあるかは、すみません、わかりませんが、こういう感じの、スペシャルなボックスになっていました。では、早速スニーカーお出ししていきたいと思いますが、なんか、これバグりました。まあ、バグったけどやっていきましょう。本日ご紹介するスニーカーはこちら、ナイスニーカー Forget Me Not コラボ、エアシップ from Bud to Flower ということでですね、本日はこちらをご紹介していくわけなんですけれども、いや、めちゃめちゃね、綺麗な色ですよね。アッパーはね、レザーで構築されていまして、白のレザーと、あとはスウェードの、スーシュだったかな、はい、スウェードの数周で構成されています。で、シューレースなんですけれども、ヤンさんね、今白じゃなく青に変えているんですけれども、もともとデフォルトで付いているものは白の、シューレースが付いていましたなんですけれども、まあね、白よりは青かなというところで、付属で付いていた青のシューレースですね、こちらに変えています。で、こちらですね、ウィメンズラインになっているので、中の履き口のライナーのところですね、ここのところは、まあ、やっぱりね、ちょっと サテン生地というか、ラメってる感じがすごい、綺麗なおしゃれな感じにはなっていますね。で、全体的にですね、やっぱり白一色で統一されている感じで、すごくね、どういうものにも合わせやすいなっていう感じはありますね。なんですけれども、後ろのナイキエアーのところは、紫というか、ちょっと紫っぽい感じですね。ラベンダー色っていう感じですかね。で、取られているので、この辺がね、すごくちょっと映える感じになっています。で、個人的にだと思うんです。個人的にというか、特徴だと思う、特徴の一つだと思うんですけれども、アッパーの2のところ、それから、ヒールライナー履き口のところとかですね、ちょっとな、切りっぱじゃないんですけれども、加工したそのまま揃えずにちょっとやられているっていう感じになっているので、この辺もね、少し特徴的なのかなっていう感じには思いますね。ただこのね、いや、これもね、ちょっと独特な感じですけど、すごくかっこいい感じがするので、マジで気に入りですね。で、これですね、写真が出ると思うんですけれども、インソールですね、こちらのインソール、花のインソールになっていまして、すごく綺麗なインソールになっています。で、こちらちょっとね、使うのももったいなかったので、まあ、ヤンさんをちょっとインソール変えて履いていこうかなと思っています。そして、ですね、あとはアウトソールですね。こちらアウトソールは、ブルーの、クリアブルーになっていまして、こちらもですね、すごくなんか青と白のツートンで分けられている、すごくシンプルなカラーブロッキングになっているんじゃないかと思っています。
ね、さっきも言いましたけど、めちゃめちゃ履きやすい一足なので、まあ、これからの季節、季節関係なくいける感じがしていますね。なのでね、これからガシガシ履いていくのが楽しみな一足となっています。ということで本日はこちら、ナイススニーカー Forget Me Not コラボ、エアシップ from Bad to Flower、 本日はこちらをご紹介していきました。はい、ということでですね、本日はこちら、ナイススニーカー Forget Me Not コラボ、エアシップ from Bad to Flower ということでですね、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、あのエアシップね、あの前回というか前に一足当てた黄色ですね、こちらも結構使っていて履きやすくてね、結構好きなので、こちらもねめちゃめちゃ履いていきたいと思っています。でこちらですね、Forget Me Not のとコラボ、フォーゲットミノットのサイトで取り扱いがありまして、スニダンでも取り扱いはありまして、スニダンの方でですね、まあ、サイズにはよるんですけれども、ちょっとね値割れをしているので、すごく手に入れやすい一足なんじゃないかなと思っています。でヤンさん、今回サイズは、マイサイですね。ウィメンズは、ハーフアップがマイサイなんですけれども、マイサイで買っていて、すごくバッチリだ、ちょうどいい感じなので、ぜひぜひ気になった方チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちら、ナイススニーカーすいません噛みましたね、ナイススニーカー、フォーゲットミーのコラボ、エアシップフロムバッドトゥーフラワーということで、本日はこちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さよなら。